では両チームのスターティングメンバー予想フォーメーションでご紹介します。ホーム鳥取です。システムは 4-4-2 のボックス型、ゴールキーパーは糸原、4バック右から田中、鈴木、石井、文、ダブルボランチが福岡院と接戦、右に牛の浜、左に東条、2トップに長谷川と重松。一方でアウェーの沼津の予想フォーメーション、システムは 4-1-2-3-4-3-3 です。ゴールキーパーは武者、4バック右から安西、藤崎、助城、浜、アンカーに菅井、その前に徳永と持ち、3トップは右から森、ブラウンの脇進、和田、右サイド田中、いいアーリークロスがあります。田中のボール入ってきた、東条か、東条ボックス内、シュート出るか、シュートになった、枠の外でしたが一つチャンスを作った鳥取、切り返して右足を振り抜いていきました。田中からの低いクロス、長谷川、足元か、東条の前、ゴール前、重松、これが決まらない。少し焦ってしまったでしょうか、ビッグチャンスでした。田中からの低いクロス、少し自己的にいいところにボールが来て、鈴木が持ち運ぶ、柔らかいパスです。重松落として裏のスペース、牛の浜決まった、先制、鳥取牛の浜2試合連続ゴール。前節移籍後初ゴールを決め、2ゴール1アシストの大活躍だった牛の浜、この試合でも結果を残します。裏のスペースに抜け出していって、武者もよく手で触ったんですが、このボールがゴールに吸い込まれていきました。福岡院かわしに行く、福岡院中に上げた、重松後ろから東条、東条のダイレクトボレーは枠を越えていきました。長谷川、右に牛の浜、さあチャンスになる、切り返して牛の浜の左足、琉球戦はこのように右からのカットインで先制ゴールを決めました。ニアに決めたゴールだったんですが、このシュートはファーに流れていきました。それでカットインから左足を振り抜いて、前節はゴール、今日は抜け出しからゴールを決めています。和田、中にクロス、ブランノア健信、まだ繋がるか、森落として、持ちのシュート、コントロールするようなシュートでしたが枠を大きく外れていきました。森も落ち着いて落として、ボルテージもより上がってきています。ショートで繋いで、小沢、福岡院、シュートもある、福岡院のシュート、ワンバウンドして武者の胸、監督に話を聞いてみましても、おっとチャンスになる、中、和田のシュート、決まった、同点、追いついた、鳥取のミスを見逃しませんでした。和田はぐみ2試合連続ゴール。鳥取の牛の浜が2試合連続ゴールであれば、和田も2試合連続ゴールを決めて追いつき同点としています。沼津の同点ゴールが決まりました。瀬瀬が行った無回転、わずかに外れましたが、非常に可能性の感じるフリーキック、いいボールを蹴っていきました。ここも行く、倒れたがホイッスルはない。田中のシュート、こぼれ球、おっとこれは、あーと、ゴールキーパーの武者に対するファールです。小沢の2人3人かわすドリブルからの田中のミドルシュート、ルーズボール、拾った鳥取、かわしに行く、シュート打てるか、シュート、小沢のシュートは枠を捉えられません。奪った沼津、赤塚、激しい奪い合いです。
赤塚からスルーパス通った、イゴール・ガブレール前を向いた、股を通ってフリーになった、さあチャンスになる、ブランノワ献身、逆転ゴールが決まりました。今シーズン逆転勝ちがまだないという沼津、見事逆転してみせました。いや、しかしこのイゴール・ガブリエルのワンタッチで前を向いたプレーです。そこからのパス、助っ人ブラジル人ストライカー、その前のプレーで結果を残します。縦パスが入るか、沢上、セセ放り込む、曲がってきた、ヘディングシュート、ゴールに向かって、これが決まったか、決まりました。同点に追いついた。なんと富樫2試合連続ゴール、牛の浜に続いて富樫も2試合で連続ゴールを決めました。追いついてみせたガイナーレ鳥取、セセからいいボールが入りました。ゴールキーパーから逃げていくボール、富樫のヘディングシュート、左へのボールずらした、オフサイドのフラッグが上がっていますが、ここで長い笛が鳴りました。ガイナーレ鳥取対アスルクラド沼津の試合は2対2で引き分けとなりました。